僕フォルテ。おはようございます、フォルテです。シャキーン、コマリです。真面目かっつって今日は、まあ、あのラフマニノフを今頑張っている最中なのですけども、ピアノ協奏曲第2番、その曲の2台ピアノの初合わせをやっていきます。いやー、約3ヶ月、今年の目標にしてめちゃくちゃ頑張ったけど激ムズ。わかる、激ムズ。で、この曲をね、今年の目標にしてて、まあ2台ピアノ、まあ誰とやるとかはまだ決まってないんですけど、いろんな人とやっていきたいなと思ってて、2台ピアノもね、人によって全然違うから。で、まあまずはコバリとやっていきたいなっていうので今練習をしてる最中です。いや、今年の目標、2台ピアノでコンサート絶対やりましょう。はい、ぜひ頑張ります。難しいんですけどね、まあ今頑張って最中なので、今日はね、その練習を合わせていきたいなと思います。一応メンバーシップの方で今もう2時間練習生配信をやった後の練習です。ですので、まあ結構ね、合わせとしても次の段階の今練習をしている最中で、要所要所ちょっと難しいところを止めていくっていう感じで練習していこうと思います。ではまず1楽章からいきましょうか。1楽章いきましょう。ういっす。
な感じで今ちょっとね途中途中やっていきます。ここのさ、俺もっと貯めてもいいかな。あの難しいところはちょっと頑張ってきます。ここは難しいんですよね。じゃあ、その盛り上がって、のところ辺からいける？ちょっと何小節か前ですよ。9ぐらいかなと嬉しいな。その、ちゃちゃんのところはちょっとね。ああ、いいよ。OK。じゃあ、8からいくね。Thank you.
じゃあまあね、全楽章ぜひコンサートねやるって言ったら絶対にねチケットを買ってみてください。はい、あとまあ全楽章一応ねメンバーシップの方ではねさっき一応フルで通し練習最初の初合わせやってみたので、まあぜひ聞いてみてください。三楽章ちょっとだけ言ってみようか。難しいよね。難しいね。三楽章激ムズ。まあね、今校庭今少しずつコンサートに向かって僕たちはね、まあ、一歩ずつ前に進んでいるっていう形なんですけど、やっぱり何回も何回も練習しないとね無理なんでね。でそのコンサートでね皆さんが校庭ラフマニノフのピアノ協奏曲の、まあ、2台ピアノバージョンをね YouTube から校庭で、まあ、練習過程を見せていって、みんながなんか少しずつでもね勇気を持ってもらえば、僕たちも相当難しいのを何回も何回も練習して弾けるようになるので、皆さんもねいきなり上手になることはないんでね、絶対にやり続けてくださいピアノね。だからその集大成としてもコンサートにね、まあやれたらいいな今年中にはね。やりたいね。うん、まあ頑張る。よし、じゃあソレレソレレだけいける。
難しいんですよね、三角章合わせるのが難しいよね。間違えたですね。まあ難しい三角章はね。じゃあちょっと最後の方いきますか。まあ、同じことの繰り返しで、じゃあ最後の盛り上がるとこだけね。まあそのもう最初メンバーシップの方でねだいぶ練習したからね。はい、みたいな感じでちょっとねまだね荒削りですが、まあ少しずつやっていこうと思います。少しずつというかまあね合わせはその毎日のできないから少しずつ少しずつステップアップ、次ねさらに初合わせの後の2回目のね合わせの練習の時はさらにね、まあ、上達してると思うので楽しみにしておいてください。はい、というわけで見てくれてありがとうございます。というわけでねまあ頑張っていこうと思いますのでどうぞよろしくお願いします。それではバイバイ。バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。